はい、こんにちは。今回は MacBook Pro の13インチ2015だったかな。起動はするんですけど、ファンが回らない症状です。ファンを、手持ちの自分の MacBook Pro のファンと同型だったんで、交換してみてもファン回らず。で、もともとこれについてたファンを自分の MacBook につけたら回るので、ファンは壊れてないんですよ。で、だから多分これのファンの関係の IC とかが壊れてるのか、途中で何かが止まってるのかだと思うので、早速ちょっと調べていきたいと思います。ここがファンのコネクタで、1番に 5V なので、ここが1番ですね。パワーは来ていると。3番はグランドなので、2番4番5は違うかな。2と4 2番なし、4番 3.3、 5番はないだな。4番は 3.3 あって2番がない。2番はモーターコントロールとなってるので、2番に電圧が来てくれないとファンが回らないってことなんだと思うんですよね。で、これでいくと、ここ96060、に、ファン RTPWM、 そうだね、モーターコントロール、なんか MOSFET みたいな記号だな。電源とかがいろいろ入ってるってことは 3.3 とかが入って、1番に入って、ゲート、ソースドレイン、あ、違うか、1番に入って、多分こうだ、ここは 3V3 だから、この抵抗には 3.3 かかって、1番に 3.3 入って、ここからも 3.3 なのかな、わかんないです、適当に言ってるんですけど、多分まあなんかそんな感じでゴニョゴニョしてんでしょうね。なので R6061 の1番、ここね、 3.3 来てる、 3.3 来ているので、ファン RT タッチ、47抵抗、104747、オッケー、4747100だね。ってことはこれかな。ここが MOSFET みたいな感じので入ってるけど出力されてないみたいな感じなのかな。 OK、この部品でなかったら、大元は SMC なので、確かちょっと厳しくなってきますけど、一応ちょっと今できることはやってみましょう。
あ、これのせいじゃねえか？ここが導通してねえんじゃね？してるな、畜生。これでどうかな。ダメだ。2番に何も来ないな。さて困った。2番に何も来ないのかな。これだよね、 SMC ってなってるからな。多分 SMC なんだよね。38アウト。こっから出てるってことだよね。U5000。これね、嘘だろ。あ、映ってなかった。ちょっと探すのが大変だったんで、要は2番来てない。2番がここなので、2番2番2番来てないところ、2番がもうダイレクト SMC なので、SMC の故障かもしれない。マジか。SMC 交換なんてできるかな。グルグル。念のため、さっきの SMC ファンゼロ CTL というこのモーターコントロールの部分の、英語でそのままググって、ノー SMC ファンゼロ CTL コントロールだと思うんですけど、ググってみたら、ロスマンさんのフォーラムにぶち当たりまして、どうやらこの機種は、まだ分かんないですけど、検証してないんで、回らないのが正常みたいな回答があったんですけど、熱くならないと回らないらしいんですけど、ほんまか？一回仮組みして、ちょっとハードウェアテストしてみます。これでファンが回ってくれたらいいんですけど。あ、回ってくれました。
なるほどね。そういう機種なんだ。ってことは、機種によってはロジックボード修理した後、いつもAC アダプターつけてファンが回る回転で直ったっていう確認ができないものもあるってことだな。この機種は2015だったはずな。2015のこの機種はできないってことだ。できないじゃなくて、裸のロジックボードだけの状態で、何回か僕がロジックボード修理の時に AC アダプターつけて、ファンスピン回りました、直ったっていうので、いつも判別してるんですけど、それ以降のやつ全てなのか分かんないですけど、でも、2017とか、これより新しいやつ直したとき、ファン回ってた気がするけどな。まあ、とりあえずこの機種は、ファンが回らないらしい。問題は検出されませんでしたとなってるので OK です。よかった。実はこの Mac、まあ、見てなんとなく想像つくと思うんですけど、パネル交換したんですよ。液晶パネル不良で交換をちょっと依頼されてまして、まあ、中のガラスを交換するか、液晶パネルアッシー交換するかっていうので、まあ、いろいろ相談して金額とか見たら、ほぼほぼ変わらないというか、こっちを交換した方が、アッシー交換した方がいいという判断になったので、アッシー交換をとりあえずして、で動作確認してる時にファンが回ってないというのを気づいて、で依頼者さんに話をして、もしかしたら中古のファンでも何でもいいから追加で注文しないとダメかもしれないという話をして、ちょっと一回調べてみますっていうので今止まってたんですけど、ああよかった、よかった、よかった。大事じゃなくて SMC とかだったらもう最悪でしたからね。 OK、 あとはまあ細かいネジつけて終わりです。ちょっと修理っていうか修理動画ではなくなったんですけど、ファンが回らないのもあるんで、情報共有として動画を上げたいと思います。はい、この機種修理するときは気をつけてください。直っててもファンが回らない、あれ直ってないのかなーっていう状態になると思うんで、ファンが回ってなくても起動はしますので、ロジックボード修理した後に、ファンだけつけて AC アダプター、あれファンが回らない、起動しないじゃないので、この機種はから、そこの部分だけ気をつけて修理していただければと思います。はい、すいません、あまり大したあれじゃないですけど、今回はここまでとします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。